この間の EN ポータルリレーの説明の翻訳でサバをディープルで直接翻訳に入れたって GP と EN を魚のサバ同士でつなぐという英語が出来上がってエディットの海外に結構困惑マジかサバの話ですマジかごめんね海外気づかなかったわサバが入ってたな確かにモロサバのサバはサバだからでもそっかここに聞いてもらおうかなちょっとどうこれってディスコードのサーバーあのリレー配信のサーバーでねあの ID のみんなと、あの話をするときに ID 側のあのマネージャーさんもいらっしゃったんだけど、サーバーの中に入ってて、そのためにディープル翻訳に入れてて、でね、いつもね、ディープル翻訳入れてさ、翻訳してからさ、日本語に戻すことしてるわけよ。そしたらちゃんと日本語になってるからさ、そのまま貼り付けてたけど、もしかしてサバとかマジなのかな。恥ずかしいんだけど、マジで。僕がさ、ないよりはマシかなと思ってつけたさ、英語の翻訳さ、逆にいらないぐらいあったかな。え、嘘も笑ってたかな。で、誰も何も言わなかったんだけど。あ、サバがサバに戻る。確かに。ホロサバに戻ったんだ。あー、そっかー。確かにー。言えないと思う。そうだね。みんな後輩だったからさ。言えないだろうね。すっから先輩、サバになってますよ。さすがに言えんわな。マジ、超恥ずかしいじゃん。しかもあんな必死に英語までをさ、発音も調べてさ、なんか10分、15分ぐらい練習してさ、海外に気にも届けーと思ったのにさ、なんやねん。でみんなのコメントもさ、なんかイエスイエスみたいなのしか見えてなくてさ、あ、よかった、伝わったわって、イエスって言ってるって思ったけど、全然イエスじゃなかったんだ。気持ちだけは伝わったね、気持ちだけはね。解説日記がおった。助かったわ、マジで解説日記。Thank you, thank you.